きますよ。これドアあるじゃないですか。押します。広告出ます。どうするんですか。おいザコ、さすがにクリアできるよな。おいザ。最近ちょっと昔流行ったゲームを実況したくて、いろいろ探してたら、まあ、ここにたどり着いたんですけど、これよく考えたら2、3年前ですね。全然昔じゃなかった。ということでね、まあ、多分鬼畜ゲーなんですよ、これ。でも一回もこうやったことない。あれ、クリア率 99%。もうやる意味なくね、これ。もう絶対クリアできるやんだって。でも逆にこれでクリアできなかったら、めちゃくちゃ雑魚っすよ、これ。本当に多い雑魚かもしれない。何この邪魔が、幸福邪魔すぎ。え何これ、クソ邪魔、いきます。え、めっちゃ邪魔なんですけど。え何これ、いきますよ。これドアあるじゃないですか。押します。広告出ます。どうするんですか。え、このちょっとしたこの隙間を押していかないといけない。めんどくさい、これ。いきます。せーの。よしよし。勝った、広告に勝つ。多分これのクリア率が 99.5% だったかもしれない。まあ、ということで本編やっていきましょう。まあ、多分死んだら終わりです。まあね、どのゲームも同じだと思うんですけど、死なないでクリアすることが大事。でもさすがにこれ 99.5% がクリアしてるって言われてるんで、まあ、さすがにね、これで負けるわけはないと思うんですけど、まあそうですね。え、すごい邪魔なんですけど、この広告。なにこれ、ちょっと待って。え、すごいな、この広告量。こんなことある。未だかつてこんな悪質な広告の出し方するゲーム初めて見たんですけど。行きましょう。え、すっげえ邪魔、すげえ邪魔、すげえ邪魔。まあ、広告から抜け出すところも、最初の試練としてはあるんで、広告から抜け出せない奴はこのゲームをクリアする資格がないってことですね。はい、クリア。で、だんだん難しくなっていくんでしょうね。正直、これまではめちゃくちゃ簡単。早くめちゃくちゃ難しいゲームしたいんですけど、飛ばすか、ちょっとカットで。じゃ、いきます。カットしますよ、皆さん。せーの、カッ。あ、難しくなってきた、だんだん。あ、しかも広告なくなった。広告なくなった。ついに公式に認められたな、これ。よかった。おい、公式からまた認められなくなった。おー、難しくなってきた。ええー、マジ？ああ、来たい。最近昔のゲームをしたくていろいろ探してるんですけど、結局直近のこれしかなかった。そう、マリオ系のゲームしたかったんですよ。マリオ系のゲームって、この 2D もいいんですけど、マリオギャラクシー的なあの 3D のやつもしたいんですよ。ただ、最近マジでやれる機会がない。というより、そのゲームを買わなくなったんですよ。ゲームを。わざわざ店頭に行って。だから、そのゲームに、を買おうと思うその瞬間がないんで、だいたいその有料のゲームって3000円から4000円するんで、なかなか手をつけられない。まあ、買えなくはないんですけど、めんどくさいんですよね。そこにお金を使うのが。ゲーム買うときにありがちな、スマホゲームとかでもそうなんですけど、わざわざその100円とか払うのめんどくさいじゃないですか。だから100円なんて家探してらんのに、そのスマホに入れることがめんどくさいんですよね。それと同じで、わざわざ店頭に行って買うっていうその行為がめんどくさい。その手元にお金あったら、その瞬間に、それをなんか転送できる機会とかあったらいいんですけどね。そういうものはこのスティオには存在しません。残念ながら。そういう技術ができてきたら、真っ先にそれ作ってほしいな。あ、マジか、危ね。で、だんだんこのゲーム難しくなってきて、なんで?ただ、おっさんはこの、一切ひるむことなく、もう、等速でずっと走り続けている、この、これがまたマリオと違うところであるんですかね。おっさんの、基本体力が結構、なんで?おっさんの基本体力がもう無限なんですよ。常に同じ。人造人間かもしれない、このおっさんはもしかすると。なのにめっちゃハゲてますね、これ。かわいそうですね。制作者さんがこれ、あえてハゲさせたんだろうな。こういう、めちゃくちゃ、高スペックな人間を作ったことで、こいつに多分、制作者さんは嫉妬してるんですよ、こいつらに。っていう意味でハゲさせたんだろうな。そういうことですね、多分。さあもう、いや、だんだん難しくなってきたな。でも、ただ、そこまで難しくはない。普通のゲームぐらい。全然大丈夫。いや、最近、鬼畜ゲーやってないからな。昔だとショボンのアクションとかやってたんですけど、あれもなんか、スマホゲーで出たんですよね、そういえば。なんかスマホ版となんかパソコン版の本家のやつ音違いますよね、なんか。まあ、あれを、あの本家の音でスマホ版出したら間違いなく任天堂から訴えられると思うんですけど、ああいう系の鬼畜ゲームやってみたいな、久々に。今やってるわ。今やってた。ちょうど同じようなやつやってた。あ、65% か、これ。でも、だんだん難しくなってきましたね。もう、広告もだんだん難しくなってきたな。さっきのトランポリンのところは、踏まずに、二段ジャンプで、こらえる。了解。そこはジャンプしてください。疑問に思ってたんですけど、なんで横スクロール型って、左から右へなんですかね。右から左の横スクロール系ないっすよね、全然。逆にそれもしかしたら、新しいかもしれないですよ、これ。アプリの評価、改善リクエストは、こちらのレベルでお願いします。もうね、広告が、みんな広告言ってるでしょこれ。もうこれ嫌だって言った瞬間に出てきた。広告。宣戦布告してきた。広告バサス両方ということでね。まだ、広告の方が難しい。あ、びっくりした。あ、なんかキラ出てきた。マリオやん、それはもう。キラ出てきたらマリオ。ただの。あー、キモい。あれは多分、下行ってからジャンプ。ちょっと下に下がった方がいいな、今のは。キラいんのか。どのゲームにも大体キラいますからね。
マリオしかいなかった。よく考えたら今必死に脳内で探したけどマリオしか見つからなかった。はい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 、あ、ちょはいはいだけで実況成立させようとさせたらダメですね。ゴリ押し実況、たまに実況して難しいところがあるともう暴力を失うんですけど、マジそういう現象良くないからな。もうなんでしょ。いやーマジでこいつマリオと同じような顔してんな。もう見分けつかないな。ヒゲ生えてるしな。一切マリオと違わないとこないですよ。唯一あるとしたら髪の毛がない。でマリオに関しても、わかんないですからね、髪の毛あるか。あいつら帽子かぶってるから、結局、ハゲを隠してる可能性もあるんですよ。ってことを考えると、こいつは、もしかしたらマリオかもしれないな、これ。マリオ、ルイージっていう兄弟いますけど、もしかしたら、三男がこいつかもしれないな。いや、もうヒゲ生えてたらマジでマリオ。もう人の顔僕覚えられないんですよ。マジで昔から。学校行ってる時も、ひどい時はクラスの人の顔、全然わかんなかったですからね。人の顔覚えられない症候群がすごかった。今日その人の顔を覚えられないエピソードが一個あるんですけど、まあ、学校で職員室に呼ばれて、まあ、これ行ったんですけど、で、その呼ばれた先生の元に行ったら、全然違う先生で、めちゃくちゃ恥をかきました。いや、マジで、先生の顔覚えられないんですよね。ただその先生にほとんど会ってなくて、正直顔分かってなかったんですよ、状態として。その状態で行ったんで、もう、全然可能性が先生とか言って、どうやって間違えるんって思う、ミスをしました。こういう時ってどうやって、謝ればいいんですかね。しかも、それがあったの放課後だったんですけど、もうその後、もうトイレ行って、ちょっと緊張したから。で、いや、マジかと思って、めちゃくちゃ恥ずかしい思いをしながら、僕は、ズボンのチャックを開けたまま帰りました。もうめちゃくちゃ、もうコンボが続きました、マジで。あの日はもう最悪だった。もう思い出したくない、マジで。なんでこのゲームでそんな告白してんのかな。いや、まだこれ、全然鬼畜系じゃないんだよな。65% ってマリオメーカーでいっぱいありますよね。なんならマリオメーカーの方が鬼畜ゲーなんじゃないかっていう。